よろしくお願いします。としのみやです。それではですね、サッカーの基本ルール動画ということで、第2回は、今回はね、前回、その言った通り、ゴールに入らずに、サッカーのピッチの外にボールがポンって出ちゃったとき、どういう風に試合をリスタートしていくのか、っていうところについて、そのルールをお話ししていきたいと思います。そのね、ピッチの中でプレイするっていうゲームなんで、もちろんね、外にボールが出たら、何らかの方法でボールをまた中に入れてね、スタートしないといけないんですけど、今回はそこのお話ですね。サッカーでは、ボールが出た場所とか、どの線の上からボールが出たかっていうのと、まあ、誰が最後に触って、まあ、誰がね、ボールを出したのかっていうところで、その方法が変わっていくルールになってるんで、今回はそれをね、お話ししていきたいかなと思います。前回言った通り一つはゴールした。まあ、ゴールのラインを越えてゴールした時に、その、キックオフして、ピッチの真ん中からゲームをスタートするっていうリスタートの方法が一つ目。なんで、残り三つとりあえずあります。三つの方法、順番に説明していきたいかなと思います。うん。このボールが出た線による違いっていうのですけど、ピッチの外枠になるこの、タッチラインっていう線とゴールラインっていう線。この2種類の4本の線で囲まれた長方形がピッチなんでね。この線を越えた時にどうなるかっていう話をしていきます。うん。まずこの長い方の線ですね。このゴールがついてない長い方の線。これをタッチラインって言いますけど、このタッチラインからボールが出た時の場合。これがスローインになります。スローインはなんとなく聞き覚えはあるかなと思うんですけど、うん。これは、最後にボールを触ったチームの相手チームからスローインで再開します。基本的にはね、この最後にボールを触ったチームの逆側からリスタートするっていうのは、この後のルールでも同じなんで、まあ、大体、ボールを外に出してしまったら、まあ、相手のチームにボールを渡してしまいますよって、まあ、ちょっとしたペナルティみたいな感じでね、考えてもらったら大丈夫かなと思います。さあ、このね、スローインっていうのは、このボールを手でピッチ内に戻すリスタートです。まあ、珍しくね、サッカーでは手が使えるタイミングなんですけど、まあ、基本的にサッカーは手でボールに触れちゃいけないゲームなのでね。珍しくサッカーで手が使えるタイミングなんですけど、結構ルールがあってね、思い通りにボール投げ込んでいいってわけじゃないんで、このスローインに関する大まかなルールがこちらです。うん。まあ、気になる人は一時停止で読んでみてください。一応ね、自分でプレイするわけじゃなくて、見る人にはね、このタッチラインからボールが出た。その時は、両手でボールを投げ込むんだなって、それが分かったら大丈夫かなと思います。これがスローインでした。では次ですね、二つ目。今度はね、こっちのゴール側にある線。タッチラインの方だったら、一種類だったんです。タッチラインから出たらもうスローインっていう風に考えてもらったらよかったんですけど、このゴール側にある線ですね。ゴールラインからボールが出た時には、2種類のスタートがあります。これはね、最後に誰が触ったかっていうのが、鍵になります。この攻撃する側の選手がボールを出してしまった場合、攻撃している選手がボールを蹴り出してしまった場合とかに、最後に当たった場合ですね。この時は、守備側の選手によるゴールキックで、ゲームを再開します。このゴールキックは、ゴールの手前にある、このゴールエリアっていう、ゴールの本当にすぐそばのエリアですね。この中ならどこでもいいんで、この中にボールを置いて、静止している状態のボールを、まあ、基本的にゴールキーパーが蹴り込んで再開していくっていうルールになります。まあね、さっきと同じように一応ね、ルール、一応細かくあるんで、まあ、大まかにざっくりと、この、画面の方にね、表示しておきたいと思います。てか多分ね、もう表示してくれてるかな。後で僕が。うん。まあ、こんな感じのルールになります。ゴールキック。ということで、次のルール行きましょう。で、最後は、ゴールラインから今度は守備側の選手がボールを出してしまった場合。これは攻撃側の選手によるコーナーキックで再開します。うん。このコーナーキックっていうのは、このピッチの角にあるコーナーワークの中にボールを置いて、これまたね、静止してる状態のボールを蹴り込んでいくっていう再開方法になります。コーナーワークっていうのは、ゴールライン1個に対して2つあるんですけど、
必ずボールが出た場所から近い方のコーナーアークで再開します。これもね、同じように大まかなルール画面に表示してみましょう、まず。まあ、こんな感じですっていうのが、まあね、これもまた一時停止で気になったら読んでもらったらいいかなと思います。うん。ボールキック。攻撃側の選手がボールを出してしまったことによる攻守の切り替わりだったのに対して、コーナーキックはシュートを防いだ球が外に出た時とか、これは攻撃の継続というか、まあ、守備側もしっかり戻ってくる時間があるんで、ゴール前固めているってね、なかなか直接ゴールには繋がらないんですけど、シュートが防がれた時とか、チャンスが防がれた時の、まあ、追加のチャンスみたいな感じで考えてもらったら大丈夫かなと思います。ということで今回は、スローインで入れる方法と、ゴールキックで入れる方法、コーナーキックで入れる方法と、3種類ですね。これが、ボールが外に出てしまった時に、どういう風に再開するかっていうルールになります。その、状況によってそれぞれ決まったね、再開の方法があるんで、今のは、これだなっていうのが分かるようになると、うん。まあ、試合見てて、何をしているかがまた分かりやすくなるのかな、というところでまずここをお話しさせていただきました。次回はね、何を話そうかなというところなんですけど、次回は、このファールして、ボールが、ピッチの外には出てないんだけど、ピッチの中で審判が笛を吹いて、試合を一時停止したとき、どういう風に再開していくか。まあ、ファールとかは基本なんですけど、まあ、ファールかな？次回話すのは、フリーキックとペナルティーキックについてお話ししていきたいかなと思います。では、第2回こんな感じでした。お疲れ様でした。またね。バイバーイ。